曲でお願いします。そして名古屋と回ってきたんですが、どうでした？今回のツアーはなんかニジコにタイトルは限りなく冒険に近いツアーじゃないですか。ニジコにとっても本当に冒険みたいなツアーで、今回その東京公演の内容もそうだったし、今回この名古屋クラブクアトロという大きい会場でやるのもすごい冒険的なことだったね。はい、なんかどうですか？このツアーと、あと明日発売のリリース、明日リリースの限りなく冒険に近いサマーを、まあこれに向けてこの夏走ってきたんですけど、やっぱりツアーをやっていく中でニジコンの体力面だったりとか、あとはなんだろう、精神面、すぐ諦めるからね。そうだもんね。だからそういうのも結構鍛えられたと思うし、はい、なんかちょっとツアーと関係なくなっちゃうけど、はい、東京アイドルフェスティバルってあったじゃないですか。それをみんなで乗り切れたのもすごいかったので、これは結構このツアーのおかげだと思っていて、このツアーのためにたくさん練習してきてみんな体力ついたし、あとはすごいみんなで楽しもうっていう気持ちが強くなったんですよ、このツアーで。すごい仲が良くなりましたね。私2期生なんで悪かったとかじゃないんですけど、私と青とか、あとヨカセンとか後から入ってきたんですけど、こうなんか一緒に並んでお話できる距離がすごい縮まりましたね。みんなでね、自論やったもんね。そうですみんなで自論した。そうなんですよ。そういうなんかね、プライベート面でもまあすごい仲良くはなったんですけど、やっぱりこういう、ライブの前とかにみんなでこうしようこうしようっていうのを話し合いができるようになったよね。まあしろよって話なんだけどそう難しかったんですけど、なんかできるようになりました。なんか本音で心が突っ張るから、なかなかね、西高メンバーはもともと引っ込み思案だからね。なかなか普通のことがちょっと難しかったんだよね。言いたいことがなかなか言えずに、まあ2年やってきたんですけど、なんか今年の夏で変わったよね。本当にすごい変わった。本当に変わった。なんかやっぱりそういうのがあると自分たちでも思うんですけど、ライブがすごく楽しいよね。まあ元々楽しかったけど、さらに楽しくなって、なんかもっとね、良くしていこうとか、そういう気持ちがなんか、上昇。思考上昇気流じゃないけどおモデルになったね。そうね、なんか自分たちで作り上げてるんだっていう感じとかね、こう自分たちでやっぱりこうじゃないっていうと、それの方がずっと心に残るしみたいなね。なんか私たちはまあそういう感じで、この夏すごい自分たちの気持ち的にも、まあ体力面もそうですし変わったんですけど、皆さんニジコン今年どうでしたか？この夏。これからもね、このツアーが終わっちゃっても頑張っていこうと思いますので、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。賛成消えないでさま、答え探すエンドレもういやいやばいやいやおしらけろしてそういうんじゃなくて、だって僕のために冒険に近いツアーが終わりました。お疲れお疲れ、早かったね。早かった。ドメンマンでした。いやでもね、全公演出し切ったと思います。すごい楽しかったです。やった。